武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、成城大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。成城大学の世界史ですが、時間60分に対して題目が4題、出題されており、記述と選択の併用ですが、記述がメインですね。で、論述が、1題、基本出ておりまして、大体80字以内か100字以内の、論述という形になっております。で、この論述に関しては難易度そのものは正直高くなくて、用語その聞かれてる内容そのものはおそらくそのなんとなく説明してって言われたら大体説明できる内容ではあるんですけれども、じゃあ書いてって言われると書けるかっていうと、やっぱりちょっとそこは練習しないと厳しいかなと思いますので、まあ本当に書いてみて書けないなと思ったら論述用の参考書を1冊、追加でやっておくと、いいかなと思います。で、それ以外のものに関しては一部難しい問題が入ってたりはするんですが、基本的には日大レベルで十分対応できる難易度です。その一部難しい問題まで対応しようと思うと、まあ、一問一答のちょっと詳しいところまでやったりとか、もしくはマーチレベルの参考書やったりまでしてもいいかなと思うんですけども、どっちかというとこれはもともと上の大学を目指すつもりでやってたついでで取れればぐらいのものであって、ここの合格点を取るために必須かと言われると、まあ、なくてもいいかな程度。ただその場合には論述ちゃんと正解できなきゃいけないと思いますので、論述の対策はしておく必要があるかなと思います。で、時代だったり出やすい範囲に関しては、まあ、これは結構その、まあ、広い範囲が出てきたりはしますので、まあ、通じ前半にちゃんと問題なく仕上げておく必要があるかなと思います。で、まあ、記述がある分、特にまあ、世界史なんでカタカナで書けるものも多いんですが、その漢字も中国史なんか出てくるので、まあ、この辺書けないとちょっと厳しいかなとは思いますので、まあ、全体的にしっかりですね、記述の練習はしておきましょう。また、正確な知識をですね、持っておかないと、なんていうかその答え見たら分かるんだけど、じゃあちゃんと覚えてたかなって言われるとなかなか覚えてないみたいなことが、あったりはしますので、まあ、この辺りでですね、しっかり、まあ、基礎内容を用語だけじゃなくて、周辺の知識も含めてしっかり入れておくように心がけてください。以上が世界史の勉強となります。